リーチセオレ。ビッグセオリーボリューム2、季節は冬、まあ冬なんだけど、今年は近年まれに見る暖冬ってことでおかしいんですよ、いわゆる冬から春の狭間、季節の変わり目によくある三寒四温っていうのがあるんだけど、まあ、そんな状態になっちゃってます。で、今日はまさにその三寒四温の寒です。三寒四温の温の中日とかならもうすごい釣りやすい状態なんだけど、寒の入りっていうのはやっぱりなかなかルアーを追ってくれないとか口使ってくれないっていう状況が多々あるので、どうやっていこうかなっていうとこなんだけど、キーを探っていくかなと思ってます。ってことで、ビッグセオリーボリューム2、スタートです。一番シャロー川から落ちていこうか。これ今すげー悩んどるのが、長浜ってこう北湖東岸のど真ん中、中間でしょう。北に行くか行くか全然、ここがいつも悩むやんて。もう当然今の季節ウィードもないし、だからマンメイドとかそういうこうスポットの支配力がすごい強くなるのね。だから釣りやすいっちゃ釣りやすいんだけど、逆に抜けちゃったらもう全く終わりっていう世界で、で逆に上に行けばやっぱりディープがいいディープがあって、そこに魚礁があったりとかロックエリアがあったりとか、もうシャローにもいろんなストラクチャーがあってっていう、そのレンジがねうまく使い分けれるっていうか、釣れる魚の個体数はやっぱりこっから南エリアの方がね多いんだよね。を考えるとっていうとこ、ちょっとやってみるわ。水がすげえやろこれ。雪白、もうほぼ雪白。見えへんやろルアー。だこの水のとこは水温低いんやって。ちょっと沖とか違うとこ出ると。もうちょい綺麗な水があるけど、そこは8度台なのね。これだいたい 6.5 から7点後半の水なもんで、果たしてここにバスがちゃんとおるかってなるけど、ゼロではないから。このブラックドラゴン2メーターぐらい泳いどるはずだもんでさ、これ 2.5 か、ボトムが受ける範囲ないけどね、掘れば。だいたいそら浮かんよね、まだこのキンキンに冷えた朝っていう。全くノー感じやわ。すげえコンタクトさしとんのにさ。もうワカサギも産卵終わりやしな。これでいくわ。あったかなディだ。
これまだ目覚めてねえよな。ベターってなってる。でルアーが通ってもコーンってさ、ワカサギがもっと盛んに夜こう隣接する周期の時やと、この環境だったらまだ残っとるよね。もうワカサギなんて終わりかけってか、終わったかもしれへんもんね。さすがにないな。ってことはベイトが変わるってことだよね。メインベイトがホンモロコかフナか移行していくんやって。だからあれや、頑張って耐え忍んでそこを転がしとらな、今はダメなんやろね。なんもおらんかじゃ。追ってきてバコン食わんか。水面の具合は絶対にああいうダブルアタックとかアンブレラ巻いとった方がさ、水のこれはあっとるんやよ、うん、これ風吹くとガラッと釣れんくなるでさ、あのアンブレラ系とか絶対にこういう水面鏡の日鏡の状況の方が釣りやすい。魚がねルアー見つけやすいんやろね多分。これちょっと深め5メーター、今までがだいたい 3.5 前後か。でも完全にボディウォーターが絡む場所。うわ寂しい映像が今映っとるんやけど。何もいねえぞ。出てくるでしょうか。おる、こいつ巻くと出てくる。ルアーの1メーター以上後方で U ターンする。も戻りたいんやろね。しかも1匹待ち、もう50は楽勝だ。むずい。雪しろグリパンブルーにしてみましょう。
ここ出入りが激しいもんでさ、あっちから回ってくるやつやでさ、どうかな？あ、いいや。3月ドンピシャなリグなのにね、完全にこれだけでいいやろぐらいのリグですよ。あー、いい感じ。よし、あの面流す。全然ノーバイトないけど、出てきてへんぞこれ。フィッシュアラームもならへんし。かけるは先端しかないな、望みは。反転流に溜まっとるかじゃない。もう多分枯れてきとるもんで、かなりの勢いで。食ったわ。なんなの、トゥーンで終わりやん。かんねえ。餌がいない、一切いないよ。やばいぐらいいない。今11時か。上に戻った方がいいね。何が要因なんやの、やっぱ雪城かな。一気に入ってドゥッってなったんかな。やっぱりジグヘッドスイミングかな。こうなるとこの雰囲気といい、空気感といい、この寒さといい、魚の浮いてなさといい、これね、今あのジグヘッドスイミングスタッド5インチでやってるけど、これまで、マンバのネイルリグで同じようなシェイキングで、アクションしてスイミングさせたりってやってきたんだけど、このねネイルリグとこのジグヘッドスイミングの圧倒的な違いは、いかにこうルアーが自然にアクションして泳ぐかっていうこと、それがもうこれに凝縮されてる。まあこれ今シマのバンタムの 274M なんだけど、
この振りでスタッと5インチジグヘッド、これが今ねちょうどねトン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 ってね、このリズムですごく綺麗に自然に泳ぐっていう無理やり感がない。例えばこう、これをこうすると絶対に無理やり感が出るのね。あのこういかないっていう、こうなっちゃう、ヘコヘコするっていうか、必ずヘコヘコ。でそこが難しいとこで、もうこれ練習しかないんだけど、いかにこう本当に自然にトン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 って、この刻みができるとスピードも速く遅くもできる、うん、これはもうやっぱり練習と歴史と経験しかないもんで、うん、すぐにできることではない。でもここの領域に達するとそれまで釣れなかった魚が釣れるようになる。もろ 100% 食わせに行く釣りなんだけど、訴えかけはものすごく優しくて、ネコリグとかネイルリグみたいに見せて見せて踊らせて食わせるっていうスロー感とは違って、ちょっとスピード速いでしょ。そこがやっぱりいい。スピード速くてもナチュラルに訴えかけるんで食ってくれるっていう。これはね全国どこのフィールドでも一緒、琵琶湖に限らずね。16分の1にした方がいいかな。ウェイト変えるわ。パッチやったわ。めっちゃ頭振っとる。これのでバレるんやな。うわ、嫌なのこのヌンヌンヌンっていう。うわゴリゴリしとるし、ちょっとゆっくりいくわ。まだ浮いてこない。嫌がるぞ。やっぱジグヘッドやな。ほらほらこれ、ほらジグヘッドでしょ。もうこれが今日は正解ってことよ。ほらね、一発やってん。ウェイトもチェンジしてもっと綺麗にフラッタリングするようにして、かかりしとるやん。ビッグセオリーこれがビッグセオリーですわ。ジグヘッドのウェイトが 2.5g でやってたので、それはやっぱりそのスピードを速くできるのと、レンジをすごい可変しやすいっていうところでやってたんだけど、ちょっとやっぱりそれでも強いのね。もっとナチュラルで優しく持ってかないと食わんのじゃないかなっていうので、減点ジグヘッドの 1.8g 一番にギャンブラースタッド5インチ
でもう本当に水をあんまりずっと強く押さないトゥットゥットゥって感じの魚のこうヒレで泳ぐこう波動っていうの、そういう優しいアプローチをしたらやっぱり大正解ですんなり食ったよね。やっぱさ、これがやっぱり三寒四温の寒の厳しさっていうか、これもゴリゴリいっとるわ。めっちゃ後ろいっとるし、これやばねえか。ヘラ回っとるし。大正解もうこれが大正解でしょ。これね、ジグヘッドは釣ったら必ず結び替えた方がいい。ここにかかってもこういうところで擦れたりするんで、ある程度チェックして傷があったらもうその部分をカットしてさ、でもうこう避けたりしたらもう交換アクションがのレスポンスが悪くなるから、もうちょっと避けたら交換した方がいい。2匹ともちゃんときっちりかかっとるでしょ。減点ジグヘッド1番ってね、ちょっとサイズ的には本当にあれちっちゃいんじゃないのと思うかもしれないけど、バランス的にはすごくいいし、さっきのクソでかいのもそうだけど貫通しとるでしょ。だからフッキングの仕方がちゃんと正しければああいう風にカツってかかるんで、横側にね、上を貫こうなんて無理な話だから、横にかけてやればいい。さっきのやつと今のやつとの違いはやっぱり今のオス、まあまあスイッチ入っていきり立った食い方なんで、カツンカカングーンでしょ。だから行ったらもうそこから合わせてやればもう反転してるんでカツってかかるっていう。でさっきのメスのでかいやつはきちっとテンション取ってからグッてやらないとうまくかかんないっていう、その違いはあるけど、だからジグヘッド難しいね。やっぱりそこの当たりの出方とかによって合わせを全て臨機応変に変えるっていうところも大事。それによって後で取れる取れないがガラッと変わってくるんで、僕の場合だけど、まあボートフィッシングの場合だいたい横に合わせる場合が、でも遠くて魚がこううまくはもう噛んでないなっていう時はこう聞きながらそのまま上にボンって合わせる合わせ方と2種類使うよ。打てるタックルによって変わってくるから、フッキングした結果を見て判断していくといろんなフッキングの仕方が身についてくると思う。やべえ、電圧低下かな。おでも緑あげるのなんだよ。これなんかやった？ちょっと遭難しろ間暖かかったもんね。めちゃくちゃポッカー出したぐらい。まあでもベイトフィッシュが全く絡んでないもんで、魚をここに持ち上げるかっったらね、要素は少ないけど、まあ一応天気が頑張ってくれたかもしれん。
やっぱ刺してねえんかな。そんな甘くはないが。冬だ。あいつが全部ダメなんだ。あいつ虹出とるし。よし、ちょっとビッグベイド行ってみますわ。いやー、この目まぐるしく変わる天気との状況とさ、この寒さがまあかんよね。よくない。もしかしたらもっともっとビッグウェイドとかジャイアントとかのその強いやつで一発ドカンって瞬間的に当てれるんじゃないかなっていう、その思いはあったの。だけどことごとく崩されたね。寒い。今回ね、まあメインで使ったタックルなんですけど、2020年に新しく出るモデルです。バンタムの 274MH っていう、っていうかだいぶパワーを持たせたロッドです。いわゆるパワースピンです。レングスはね、ウカッパリもボートも含めてすごい反響のいい 274M っていうスピニングロッドがあるんです。それのヘビーバージョンというか、7フィート4インチです、274。僕の中でね、そのロッドの長さが一緒ならこうアクションとか変わっても操作性がそんなに体感的に変わらないの、ね、だから同じように付き合えるっていう、操作感とかいろんな部分が変わらないようにグリップの長さもブランクスの長さも一緒にしてあります。で、今回はファットボリュームで重いマンバをメインに使いました。ぶっ飛ばして操作できるっていうと、やっぱこのロッドがバシってくるかなっていうところです。で、リールはね、バンキッシュの 4000XG。 僕はもともとずっとステラなんですけど、今回ちょっとねバランス的なことも考えて、硬いロッドで軽いリールと操作性の、バランスが変わるのかなっていうところで、本来ならステラの 4000XG 使うところをバンキッシュの 4000XG をこのところずっと使ってます。で、ラインがシンキング PE です。今回は 1.5 号、リーダーがフロロカーボンの20ポンド。次、皆さんご存知のバンタム 274M です。リールはシマノの、ステラ C3000XG、スピードファイトできるんで僕はあえて C3000XG を使ってます。で、これはねスタッドとかのジグヘッドスイミングで今回メインで使ったんですけど、マルチなんですね。エキサイトトップを搭載してるんで、こうジグヘッドスイミングってすごいシェイクしながらラインテンションを管理してっていう、結構ね奥深くて難しいんですけど、それをとりあえず振るだけでちゃんとルアーにトルクを伝え、ロッドのトルクを伝えてルアーを動かせて操作してくれる、そんな楽なロッドなんです。で、ラインは結構強風風を意識したんで、やっぱりね風に強いシンキング PE、これ0.85 なんですよね、 PE ので、遠くに飛ばせる、しかも強いファイトができるっていうところでやっぱ楽じゃないですか。狙ってる魚がでかいんで、あのリーダーシステムで、FC ノットでこれフロロカーボン、今回はね何ポンドかな、10ポンドこういうセッティングにしてあります。フロロカーボンラインもあのセットしてある スピアスプールを常備してあります。PE っていうのは流れにすごいライン持ってかれるのね。で、フロロカーボンはそれに比べたらすごい水に馴染みがいいので、そのカレントとか風の流れによってラインがどうしても引っ張られすぎるなと思った時にはフロロカーボンに変えます。
どうかな、これはもう一年中メインになり得るタックルです。はい、デイ2です。昨日はやっぱり三冠四温のモロカンでしたの中で、あ、やっぱりこれだなっていう俺の中のビッグセオリーで、ガッツとモンスター、取りましたけど、今日は今日で放射冷却強くて道路凍るぐらいだったんだけど、おそらくこれもう晴れ上がってすごいポカポカ陽気になるオンの方ね、昨日の、まあ、サーチした段階でおそらく昨日のパターンっていうのは今日も絶対的に王道としてあると思う。しかも魚、いい魚取れると思うけど、今日はオンの違う釣り、違う魚種っていうのを求めてまたゼロからスタートになっちゃうけど、ちょっとトライしようかなと思ってます。それでは行きますか。クイックチェンジ。8.3 から4分の3オンスに変えて、深いんで自分がやろうとしてるトレースコースが11メーターか。食わんね。こんなん多分数頭で食ってくれんやな。ないな。缶に入るとベタじゃないですか。で、一応は上目線なんやけど、上まで行く、こう上がってバコって食うっていうパワーがないの、コンディションの中で。だからボトムが壁にあるように、壁面に対してやったら口を使えるっていう、それが三冠四温の缶の時のバイトの特性なんやね。オンに入ると浮いて動こうとするのね、とか単純に浮いてみたりと、だ、圧倒的に自分より上目線のものを反応する。今度は潜りたくなくなるんよね。こうジャイアントベイトとかビッグベイトとか、まあアンブレラもそうかな、こういうでかくて強いものっていうのはやっぱりモードが極端に下がると食わなくなる、うん、缶に入るとね。がオンに入ると一気にこう活性の上がる、こうピューッと上がるタイミングがある。その時にうまくパスッとはまるとガンってあいつらでかければでかいほど瞬間的にスイッチ入れやすいし入りやすいので、一投で来るっていうのはその部分なんや。それは上目線でもボトムでも同じことなの。じゃあって缶でそんなにモードが低くなった時にまずどれをやるべきかって言ったら、昨日がそうなんだけど、やっぱり優しいものをボトムの壁面かバスの本当の目線と同じような位置に持ってってあげるっていうのがまずバイトを取るためには必須なことになってくる。今日多分ねこれ浮くんやって、絶対に浮く。このまま天気が持続すればおそらく午後からは浮くと思う。そういうなんて言ったらいいかな、自然状況の変化とか時間の経過っていうのは常に頭の中に入れて観察しながらプランを立てていかないと、地合いを逃す
1回の時もあれば2回3回の時もあるけど、その試合をうまく自分がアジャストできて最良のアプローチをできるか、これがまず一つ。あとはもう無理やり食わせる方法、試合関係なしに。いやバッチリやんか、食ってくださいって言っとるもん。いないな、ついてこん。おっしゃー、決断の時です。ダメだこれ、風がさ、いかん方向の風やわ。ついてきとる食う動きじゃない、なんやねん。だいぶ離れとるな。食わんねー。かかっちまうんやな、ここは。でもこっちじゃないんや、絶対あそこでしか食わへんし、あそこに来てまわんとあかんねやって。めっちゃ引くやんけこいつ。うわめっちゃ引く。すっげえ引くなこいつ。ほら弱らへん。おっしゃー、おりゃっしゃー、どーん、こりゃでかい。読み通りでした。浅い方が風が止んだ瞬間刺してきたね。コロンコロンですわ
デブデブー。あー、まあまあ達成感。あの入る前に撮ったでしょ、浅井川って。食い方とあと食ったレンジっていうか層からして、やっぱり前で食わせるのはちょっと厳しいんかなっていう。だからきっちり、ボトムをちゃんとトレースしないと食わない魚。はい、お疲れ様でした。ビッグセオリーボリューム2、勘がちょっと強すぎて今回まあまあスローっていうかタフでした。強い釣りとかビッグゲームで乱眼したかったんですけど、それやったら多分ぶっ殺されるんで、状況判断でこれがベストでしょうっていう展開でハイクオリティ取れてるんで、まあ正解じゃないってことで、ビッグセオリーボリューム2お疲れ様でした。